ちは、みなみです。こんにちは、なつきです。はい、今日は、はい、夏耳、寝起きメイクをやっていきたいと思います。はい、寝起きです。寝起きです。ほぼ。動画では、あんまりルーティン以外はないかな。そうだね。こういう企画では、寝起きメイクはないので、やっていきたいと思います。はい。顔も腫れてます。むくんでる、めっちゃ。はい。もう洗顔とかはした？しました。スキンケア私もしました。しました。なので早速下地から始めていきます。はい、それではスタート。下地からやっていきます。マジで頭回らないね。でも私は今日とつもなく楽しみなことがあります。はい。なんかね、美容院行くらしいですよ。はい。なんかイメチェンするらしい。そうです。お楽しみに。多分もうしてると思うけど。確かに今日じゃん。やばいじゃん。やばいよね。うん、おお。初めて人がやってるところを見る。こちら？うん、あの直接ね。YouTube とか見たことあるけど。正月はどうでした？正月はね、マジで何もしません。ほんとね。ルイカとか神社とか行ってて、ねえねえは初詣行ったりしたけど。あれ？うん、初日の日。ああ。ミミはね、ね、正月だったね。ほんとに何もしてない。TikTok 撮ったんだっけ。この三角のやつでやってるんですよ。小白？うん。小白？小白？この君一歳系のね。うん。正月前から言ってたよね、だって。ね、ずっと鼻の横に。なんか一回に君できて、潰せもしなかったです。引っ込む。引っ込むやつでいいよ。そう。次私はシェーディングします。じゃあ私もシェーディングします。なんかラメとか使ってからさ、鼻とかシェーディングするとさ、うん、ぼかすときにさ、うん、手でラメするからついちゃうのよ、ね、それがうざくて先にやる。どんなナチュラルメイクでもシェーディングは絶対欲しいです。ただノーズシャドウします。それがそれ詐欺ですよ。詐欺ですよ。でもなんかそんな別に違和感ないよね。もう私は慣れたのかな。うん。多分上手くなった。うん。前は濃かったってこと。うん、濃い時やったでしょ。うん。なんか、こうやって、このライトが来た時に、光る部分と影になる部分があるのね。そこに影入れてた。見て、うん。これだけでも全然違う。だってメイクない時、鼻だけやる時もあるもんね。あるよ、余裕で。マジでそれぐらい印象変わる。なんか顔全体がシュッて見える。さあ眉毛やっていきましょう。眉毛最近ちょっと失敗しやすい。黒になったから、ね、黒になるとね一気に緑になるね。だから気を足す感じで描いてる。そう、縁取って中塗るって感じだと眉毛ってなるから、うん、ナチュラルでしょ。もちろんでしょ。私眉毛が薄いので、うん、色濃くしてあのアッシュ系のカラーを塗ります。私チークします。私はアイメイク前にしてアイメイク後にもする。私はアイシャドウ着たいと思います。これはね、あの毎日メイク見たよ。見た、うん、え、どうだった？上手だった、うん、最後に私いつも薄いと思うところがあるんですよね。最後、うん、人中ですって言ってた。そこと思って。え、なんかどこなの？なんかチークとか涙袋だろうなと思ったら、うん、ここと思って。そう、そこなんだと思って。嘘、そこが突っかかる。いや、なんか意外だった。そこ書いてると思わなかった。じゃあ私の見て、ほら全然違うでしょ。何が？あ、本当涙袋すごい。いい感じです。順調ですね。仕上がってきてます。
じゃあまつげやっていきます。ちょっと長いのでもしかしたらこれはカットかもしれないですね。すいません、いつもと変わりません。いつもと変わらないので気になる方は毎日メイクご覧ください。まつげできました。じゃーん、全然違うでしょ。まつげで変わるもんね。はい、アイライナーするんですけど、はい、今回使っていくのこちらでーす。これは私がもうずっと使ってるんですけど、密着アイライナーデジャビュー極細クリームペンシルのダークブラウンです。こっち極細で、ねえねえの方は密着アイライナーデジャビュークリームペンシル2ダークブラウン、こんな感じで、こっちが極細でこっちがダイなんだけど、このまずこんな感じで縦長丸みたいな感じ、これダイね。で、私のは普通にまん丸な感じのやつです。クリームペンシルを今回2人で使ってきます。買います。これは芯の形状が違っていて、ダイヤの方は太くも細くも描けるのが特徴で、こっちの極細の方は、はい、名前の通り極細のラインが簡単に描けるのが特徴みたいです。お、私たちにぴったりだね。ぴったりだね、うん。このデジャブのクリームペンシルの特徴としては、滑らかなのににじまないというのがあって、そう、すごいよね。すごい。滑らかな書き心地なのにラインが1日キープされるみたいです。最高。最高。このインラインとかはすごいやりやすい。そうなの？そうです。私やってるよ、最近。こういう、本当にやりやすいよ。滑らかなに書けるし、しっかり書けるかな。うん。ラインが1日キープされるし、滑らかなのはこっちも、どっちも共通点です。はい。じゃあ私からやっていきまーす。はい。こんな感じで眉毛上げて、ここの、まぶたを持ち上げると、すごいやりやすい。これマジで力入れてない？そう。見て。ダークブラウンです、これ。綺麗。そう、私いつもアイライナーブラウンなんですよ。ね、うん、そう。だから、印象が強くなりすぎない。こういう優しい色の方が、その何のメイクにでも、合う気がする。私みたいに今日ナチュラルに見せたいとかっていう人は、うん、こういう色の方が、ほら、見て。あ、ほんとだ、綺麗、ね。こんな感じで固め完成したんですけど、全然違う。全然違う。マジで、これお気に入り。うん。こんな感じで、ラインも引いたら、私は完成です。はい、いいですね。じゃあ私は楕円型の。はい。これはダークブラウン。意味と一緒。うん。二人とも一緒です。私は、うん、いつもはブラックを使ってるんですけど、うん、さっきミミに、うん、ピンクメイクはダークブラウンとかが、そうそうそう、おすすめだよって言われたので、うん、ちょっと今回楽しみです。はい。書いてびっくりすると思うよ。力あんま入れない方がいい。力入れない？うん。本当にちょっと触ってるなぐらいでめっちゃ書けんの。きます。これ使ってみたら分かると思う。いいよ。え、すごくない？うん、本当だ。なんかちょっと触っただけでつくの。リキッドに慣れてる人は、ちょっと最初は難しいかもしれないけど。うん、書きやすい。ね。楕円型書きやすい。めっちゃ書きやすいよね。おー。すげえ。ピンクの柔らかい感じがダークブラウンっていい感じになって、うん、生かされてる。生かされてます。うん、どうですか？アイライナーで全然顔変わったくない？うん。今回デジャブさんから、はい、2月2日から限定販売されるアッシュトープという限定色のクリームペンシルもいただいたので、そちらも合わせて色味を見せていこうと思います。はい。これもナチュラルメイクとか、ほんとスクールメイクとかにもぴったりだと思うし、メイク始めたての方とかもいいと思う、うん、確かに。ちょっとスウォッチしてみます。これはめっちゃ滑らかな。ほらもうクレヨンなの。すごっ。ビビるくない今の。シューン。ほらもうクレヨンより描きやすい。すごい。これ使っていくとこうやって斜めになっていくから、斜めになった角を使うともっと細い。確かに。細く描けると思う。で、これをね、ちょっとこすってみるけど、見て。これだよ、キープされるっていうのは。今は消えます。すごい。滲んでもない。強くないだから、もう目と目もそれ一緒よ。うん。で、アッシュトープの色味がめっちゃいい。かわいい。うん、ブラウンでもなく、まあ、黒でもなくみたいな。なんかふわふわした女の子とか、うん、になれそう。似合いそうだし、うん、なれそう。なれそう。ダークブラウンの方も描いていきます。はーい。いきまーす。シャラララララン。あー、全然違うね。ねえ、やっぱ違うわ。うん、でも絶妙、ほんとに。ね、だね。台の方も描いてみる。台も描いてみましょう。一応ね。丸？丸にしてみます。やっぱでもちょっと違うね。極細よりはやっぱり太い、うん、やっぱ太いね、うん、でも細くもいけるし太くもいけるから、うん、そのね、自分に合ったやつ使ってみてほしいですね、
一番最初に書いたこちらの限定色のアッシュトープは2月2日から全国のバラエティストアやイメ公式 EC サイトで数量限定販売されるみたいなので気になる方はぜひチェックしてみてください。してねー。私はアッシュトープでなんかもっと淡いメイクしてみたい、うん、完璧淡いみたいな感じ、うん、本当に今は結構まつ毛もバシッてやってて涙袋もバンってやってるけど、うん、もうちょっとなんかこう柔らかい感じの印象のメイクができるんじゃないかなと思いました。だね、うん、私は結構太め、うん、に描くからこの楕円型めっちゃ描きやすかった。いいね、ぴったり、ね、私は結構細く長くっていう感じなので、ね、ここ細がぴったりだなと思いました、うん。いろんなメイクにね、ダークブラウンはだって、いや、ピンクもできて、いける。淡いのも全然いけるし、うん。全然いける。アイシャドウ塗らない人とかでも、あ、確かに。ちょっと、ヒュッて引くだけで、うん。アイライナーだけ引くみたいな、うん。そう。人にもおすすめです。おすすめです。はい。こんな感じでーす。いい感じでーす。じゃあ、あとは、他のメイクしていこうかな。ラストリップしてから、終えましょう、はい、メイクを。終わりましょう。いいね。いいね、完成。いやーよかったわね。うん、なんかいつもとちょっと違うメイクしたんだけどどうですか。どうですか。今日は垂れ目感がある気がする。あるね、うん、いいね、うんうん。今回ちょっとね、あの MVP がデジャブさんのこの、はい、アイライナーだと思うんですけど、ダークブラウンは本当何にでも合うって感じ、うん、でもアッシュトープは本当限定色っていう感じがした。そう、うんうん、本当に綺麗な色だった。他にないんじゃないかっていう感じの絶妙なアッシュでした。うん。うん、淡い色のメイクするときに使えるんじゃないかな。使い分けれそう、うん。そう。気になる方は、このデジャブさんのクリームペンシルや、2月2日から販売される極細クリームペンシルの限定色と合わせて、ぜひチェックしてみてください。見てねー。はい。ということで、今回は夏耳寝起きメイクをしてみました。じゃーん。こんな感じで終わりまーす。せーの、最後見てくれてありがとうございます。それではバイバーイ。おすすめ。おすすめ。